2分の1トークスタートバーで、えー、バイトしてましてやっぱりこう、はい、中州にあるんで社長さんとかが結構そうね多いよな社長さん、うんまあ、キャバ嬢とかがやっぱ多いでその時にあの面白い社長さんももちろんいるのよ、うん、あの一緒に歌ってくれたりとか、うん、その一緒に湘南乃風で あこう盛り上げてくれたりとか面白い社長さんもいるんやけど一、うん、人面白い人がその僕とメリコンドルのウッチーバーバーっていう二人入っ,とっててウ、はい、ッチンがトイレットペーパーの芯に入るかみたいな話になって最大時の時、うん、もうギンギンの時。<laughs> いや一番もう ちんちんがトイレットペーパーに入るかどうかみたいな。で、あのトイレットペーパーの芯が平均値らしい。あ、それが普通サイズ普通サイズらしい。で、長さもあの芯ぐらいが普通らしくて。で、長さも芯よりもちょっとはみ出るとか。太さもあれに入らない。やった場合、大きいサイズらしい。で、それに入った場合、ちょっとちいちゃめみたいな。まあ、余裕、そう、余裕があるかどうかみたいな話になって。 ばばが「俺のは入らないっす」まずそうまずやったことあんのい話になってそもそもねそうなかったんよねざわねそんなあるわけないし社長さんもないでなった時に俺のは入らないっすもう俺唯一天が与えてくれた神様が与えてくれたこれはもう自信がありますみたいな話になって僕とその社長さんが「ちょっと待ってくれ」と「俺らは入るかもしれん」 そそうねの男のプライド的には。としてはやばい負けたとなった時にじゃあちょっと試そうやってなって本当に入らないかどうかもしくはその米沢はどうなのかっていうのを試そうってなった時にいやさすがにもうフルボッならないですとそうね何もないからその社長さんとばあばを目の前でどうやって立たせるかっていう話になってじゃあここで今目の前でフルボッ気にした時に トイレットペーパーの芯が入らなかった場合、うん、5000円あげるわって言われて入らなかったら5000円ら社長さんから5000円あるわって言われて、うんうん、マジっすか もうそんなことも集中恥じられなんてないよ、うん、5,000円がもらえるありがたさもう金のためなら、ね、金のためならんさえ立たせるよ、うん、<laughs> でもうずっとやってみるんやけどでもうそのアダルトビデオとかもずっと見たりとか, <laughs> かりり、ね、想像とかをするんやけど <laughs>、うん、でイヤホンパッてしてトイレにこもって一人でずっと AV とか見なくてやっぱ立たない。うん あの7割ぐらいまでしかああまあでもそれでもいった、ね、いや、まあ、でも,もう入らないああ7割とかやったら入るよもちろん、うん、そのフルの時じゃないともちろんその条件元5000円もらえないからどうにかフルでってなった時に「うん、無理だ!」ってなってばあばが「じゃあ選手交代です」って言ったら ハイタッチして、バーバーがトイレに行かかるんで、で、バーバンバーって見うよ。で、バーバンは、うわー、立たないっすわー、みたいな。で、バーバーはカウント明日でずっとこうやって見とるよね。うん、で、米沢はトイレでこう、バーって見よるんやけど、うん、9割ぐらいになった時に、チンがもう,、うん、もう、もうほぼ10割振る。うん、もうこれはトイレットペーパーの芯を試せるんじゃないかっていう時に、うん、社長さんに、社長さんもう行けますって、トイレからバーって出た瞬間に、うん 博多のおいさんマサロさんんがお<で>激苗<な> <laughs> 激苗<え> <laughs> もうエロエロ女とは真逆の <laughs> 博多のおいさんがお手ぇっ,ってきた,た瞬間に俺らもうマイナス5ぐらいねで,でも5000円ももらえるって <laughs> <laughs> いうのがありました <laughs> ああなるほどキングオブ・レディオインクルージョンのハンガーハンガー さあ、ということで、今回は、米沢持ち込み企画。はい、えー、お金はかけません。安心してください。うわ、よかった。<laughs> よかった。もう、単独の時も全部持ってかれてますかよ。本当に。え、一万。一万円をね。も<う>さあ、ということで、はい、じゃあ、今回の企画はこちらです。米沢大使のびれたツッコミクイズ<ー>いや、ツッコミが大好き。 ツッコミが大好きな僕が、うん、あまたある芸人いろんな芸人さんのツッコミを見てきてます、うん、その中でうわこのツッコミすごいわとはあ、はあ、このツッコミ出ねえわと。 あなたが思うこと。思うツッコミのフレーズをクイズにしてきましたんで、坂下さんに当ててもらおうとああ、わかりました。はい。まあ、坂下はボケの人なからもこういうツッコミが出たんじゃないかっていうのを考えていただけたらまあ、これが結果、そのツッコミのことも考えつつボケれるという成長にもつながるかなと思いまして、こういう企画を組んだわけなんですけれども、根本的な米沢のツッコミとして、見ているお客さん、聞いているお客さんの0コンマ1秒早くツッコむ。そうね。っていうのが僕の噂。確かに。早いもんな。早さ。 だから、持ってない部分。言ってしまえば、え、銀シェル橋本さんの例え。まあ、例えね。やらねそうそうそう。で、ノンスタイル井上さんの乗りツッコミにしかり、まあ、フット後藤さんとか、瀬下さんとか、あの、上田さんとか、いろんな人の、え、ツッコミフレーズをもちろん僕らも用意してきましたけれども、ちょっとじゃあ早速、第1問。はいはい。 ええこれちょっとねまあ有名かもしれない。ええキリン川島さんのツッコミです。まああの人ボケやからね。まあそう。すごいね。そこがすごいのよね。キリン川島さんのツッコミです。キングちゃん。あキングちゃんっていう番組で、ええお酒を飲みながら大喜利とかをするコーナーの時に、泥酔スイしたアンガールズの田中さんが潰れてます。はい。 もうアンガールズさんはずっとジャンガ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 をやられてるからやっぱりどんだけ潰れてもジャンガジャンガを振ったらできるんじゃないっていう話になった時にノブさんが田中君ジャンガジャンガ見せてって言った後の川島さんのツッコミなんて言ったでしょうこれでもちょっと有名かもしれないですもう本当に YouTube のショートとかでめちゃくちゃバズってるこれね俺 あ知ってるすかったそういうのはあっていいと思うこれは俺ももうマネしたいと思ったぐらいすごかったよなすごかったマジでしびれたわじゃあ答えお願いしますえシリああいいすらしい正解そうやろシリみたいに言うのかシリみたいに言うのかでその時周りの芸人さんもちょっと 大悟さんヤバ、えー、くのクッキーさん又吉、ま、さんノブ、うん、さん三四郎さんもいらっしゃったけどそこがもう大爆笑してたからそうよねいや、えー、覚えてる流れで言うと先ほど言ったように流れで、えー、田中君ジャンガジャンガ見せていや尻みたいに言うなよ、うん、これがねやっぱすごかったな多分それね、うん、尻も笑ってると思う え？そう <laughs> 実際にはっきりと聞こえてたのはははって笑ってると思うああ <うん S 2> まあでも確かにあそこはさっき言ったようにボケの人間がねあそこまで突っ込めるっていうのはやっぱすごいからないやそうよね明快答ばっかりまあ続いて、はい、じゃあ霜降り明星粗品さんのうわいっぱいあるよこれ突っ込みでございますないはい、えー アメトーク、うん、相方のツッコミ最高芸人で、えー、モグライダーのともしげさんと、うん、粗品さんが2人でロケに行くっていう VTR がありました、うんえー、テレ朝ショップで、うん、そのグッズコーナーがあって、うん、ともしげさんが「うん、ドラえもんプリキュアドラえもん」っていうこの3つがこう並んでて、うん、わともしげさんが「うわドラえもんプリキュアドラえもんだ」うん、って言った後 粗品さんが突っ込んだ一言とはえー、それだけ、はい、材料ええー、これはね正直俺ツッコミ集合芸人でも出したぐらいしびれたえぐっと思ったねあマジででその後バッて V 切り替わってスタジオであの浜家さんとかも「さすが」って言ってるぐらいもう言ったねさすが言ってたあの速さであれは出ないねえっえっ込もうと思ってないもん僕はあの場にいたらマジ もう聞き流すぐらいうわそれいやこれかなはいはいえドラえもんプリキュアドラえもんって言った後の粗品さんのツッコミシリか違うってなんでずっとシリと思って違うシリだけで通用せんよあ違うなめんなツッコミをうわえちょっと分からんわそれえドラえもんプリキュアドラえもんだ言ってしまえばこれがヒントです丸々丸々丸々で同じものが挟んでるいやオセロとかじゃないもんね 絶対その単調なツッコミはしないから「ドラえもんプリキュアドラえもんドラえもんプリキュアドラえもんドラえもんプリキュアドラえもん」「金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 」「すごいよこれは」でこれを5月11日のツッコミ集合芸人ライブで出した時に、うん、こ,この問題をクイズにしたよ、うん、その時にッツッコんだ真鍋パスタとパスタ真鍋のツッコミもすごかったあよかったーうわー え週末かとかじゃないどういうこといやドラえもんプリキュアドラえもんああそ日,日曜日、うん、金曜日週末か、うん、みたいな違います違う正解は、はい、これはしびれるぜともしげさんがドラえもんプリキュアドラえもんが並んでるって言った後のの粗品さんのツッコミ、うんうん、ドラえもんプリキュアドラえもんいや中京大中京みたいに言うなあなるほどえぐすぎるやどういうこと 見た目とかじゃなくてその言葉のニュアンスで「中京大中京ドラえもんプリキュアドラえもん」それは電えぐすぎたさすがっていうのをクイズに出した時のパスタとパスタ学べのツッコミはそう聞きたいよ藤子 F 不二雄あちょっともうそうニュアンスも一緒やこれもすごかったねはあそれに乗っかった松戸のバイク川崎バイクも面白かったけどそれはもうそれがあったからあったからなったけどこれでもすごいやろいやすごいすごい 中教大中教でそれもも一ややる多分いやもう本当に0コマ何秒っていうまあこれもツッコミしびれたツッコミでございますあさあ続いて第3問銀シャリ橋本さんのツッコミです銀シャリ橋本さんうわやばいなロケにいてうなぎさんとの銀シャリさんでのロケにいて、うん、あのケーキとかが置いてある透明のケースあるやんあ<ー>あのカウンターお店にね透明のケースあるやんそこに大量の マカロンがブワーって並んでたの、うん、カラフルな大量のマカロンがーって並んだのを見て、うん、一言ツッコみましたいいじゃん、はい、おしゃれ展示かあーいやもうそんなのとか言わないよ橋本さんは <laughs> もうツッコミのこと何も分かってない <laughs> <laughs> どういうつもりで普段ボケてる <laughs> えー、マカロンやろもっと橋本さんよ m −じゃよ さんでマカロンがめっちゃ並んでてあの見てほしいイメージしてほしい<う>皆さんもイメージしてください、ね、絵を、ま、カラフルなマカロンが大量にこう並んでます、うんまあ本当にミスドみたいな感じで、うん、こう大量にこう緑やった緑のが1020でピンクが10とか並んでますうん、うん、その光景情景そこに突っ込んでましたそれを見た時瞬間の橋本さんの突っ込みはうわんやろうマジでわかんねえどんどねショーケースに並んどるんやろう <laughs> 本当にもっとツッコミやったらこいやまあ僕のニやからいいんやけどあとその答えてくれんと企画的に <laughs> 答えてくれん何んでもいいから <laughs> かおしゃれ展示が一番だったダサいやでも俺展示ってあれよお前初めてよ回答がダサい展示 <laughs> ってあれぜあの あの展示あからね。いや、わかるよ。あ、本当のあの展示と思ってると思って。るあ、その、それ上で。先週から続いて落ち込むわ。ええ、なんやろ。コミって色があるからね。そう、色がある。でも、こうなったら、やっぱ、僕のマジで一人ラジオになっちゃうから。答えてよ、それは。うわ、待って、待って。状況を思い浮かべてって、ケースに入ってる、マカロンがずらっと並んでるのよ。 これを例えた一言よ、うん、うわーちょっとむずいですあなた <laughs> 奥さんみたいな <laughs> 奥さんみたいな <laughs> 今の奥さんみたいなもいいツッコミね <laughs> あ 奥さんみたいな恥ずかしい <laughs> 髭をジョリジョリと触ってる <laughs> じゃあ答えますよもう <laughs> ちょっともうごめんごめん本当にショーケースに並んでた大量のマカロン緑なら緑一色ピンク一色青一色赤一色で並んでた目の前に並んでたショーケースに並んでた大量のマカロンを見て橋本さんツッコミいや大カジノのディーラーかっていう,、はあ、うチップと見立てるのよててるそれを<ー>チップと見立てた大カジノのディーラー、うん、そこがやっぱすごいのよ

だからやそのカジノとか分からんからな、いや、だなんとなく想像つくかでも確かにその知識の面でも、やっぱり橋本さん、さすがだなっていう、うわ、なるほど、ちょっとやっぱ、また違うね、色が、いやもう本当にそれぞれの色が、それぞれ違うわ、第4問、これはあなたも実際にいました、バリバリコーナーライブでの、オズワルド・伊藤さんのツッコミです。 オズワルドさんはいはいはい、はい、伊藤さんね伊藤さんあなたも実際にいましたはい、はい、銀シャリさんとオズワルドさん2人がゲストを迎えたバリバリコーナーライブの時に、はい、武者修行定例報告会っていうのが毎回あり,しありますね、はいはい、我々が武者修行で東京の劇場とか大阪の劇場に立たせてもらった時のことを報告するライブがありまして武者修行定例報告会でその時中村啓太が定例報告会をしてました、うん、その定例報告会で漫才劇場に立った時に漫才劇場の舞台を袖で見てた中村啓太 その後ろに橋本さんが「いて橋本さんがちょ中村見えはどいて」って言ったらしいそれ覚えてるそのでも橋本さん的には言ってないっていう話になったのでまあそれが終えてその話がエピソードが終わった後にえ次のコーナーに行った時に中村新田 まあ他パスタとパスタ藤原真鍋かっちゃんとかがこうッバッて5人で並んだ時に橋本さんがえ舞台から見て左側にいたのよお客さんが舞台を見て左側に銀シャリさんと小沢さんが座ってたのよその時にそこから真ん中に左から中村啓太新た、うん、パスタとパスタの2人ローリングモンキーの勝木が並んでたのよ、うん、ってなった時に橋本さんがピンとひらめいて「ちょ中村邪魔新たが見えんわ」 うん、って言ったの、うん、でみんなで総出で「いややっぱ橋本言うとるんかい!<ー>」っていうツッコミ、うん、だからさっきの漫才劇場の袖で中村をちょっと邪魔やわって言ったのを橋本さんは違うって言ってたけど、うん、もう1個のボケとして「中村邪魔あなたが見えんわ」っていうのを、うん、みんな総出でいや「橋本さんやないですか!」っていうツッコミをした0コンマ1秒。 これはすごい技術よ。聞かせるための技術として0.1秒にオズワルド伊藤さんが言ったツッコミ。これは何でしょうエグかったね <laughs> これれはねしびれたよ今でもしびれるえぐいん技術が半端じゃないわお猿と伊藤さんとも僕のみ連れてってもらってるんですけど、うん、もう裏でもあんな技術エグいもん何がすごいって「いや橋本さん言ったんかい」ってみんな言ってるのよ、うん、その言ってる中で0コンマ1秒あげて聞こえるツッコミ聞かせる声でそのフレーズを言ったのよそれが僕はツッコミの同じ職業としてエグかったいい、うん、コーナー聞くか いいねいいね。このちょいちょいどいてっていうコーナーキックの時にやらんけどな、本当は。フリーキックやけどな、本当やるのは。あ、そうフリーキック。サッカーの知識がまあ、そのフリーキックで小本だけ好けといがやるね。どいてを橋本さんがやったから、フリーキックかっていう。めちゃくちゃいいツッコミ。あ、これ、これだね。めちゃくちゃいいツッコミ。正解、しびれてる。あ、じゃ正解より嬉しいや正解より嬉しいかもしれない正解ではないんやけど、めちゃくちゃいいツッコミ。ああ、りがとう。 例えてないのよああ意表をついたというか、うん、確かになっていうツッコミ<ー>これはまたあの今までやった例えツッコミとは別にあでも違うんやね違う,うわ何やろだからこれはちょいちょどいといってはまあフリーキックかはまあその例え,、うん、例,え例えてない中村をこうどかしてちょっとあなたが見たいわっていう中村をどかしたここのうわすごすいた意表をつかれた僕らからしたら確かになって言ってしまうようなツッコミえ、だからこれみんなが一斉にいや橋本さんやないですか って言ったのが「関係あるえ橋本さん言ったじゃないですか」ってやっぱ一発目に出るやんみんなうん,うん言ううんあそれとは別,のこと別でだからこのことに関しては関係ない,い<や>この情景のことまあいやその情景が関係あるんやけどあ関係ある、うん、その総出で行くのが総出で行ったあと橋本さんが「中村啓太にこうやってあなたが見たいんやって言ったことに対して橋本さんじゃないですか」以外のツッコミを聞かせるように0コマ1秒一瞬の間でバーンって言ったのよ これが熱いマジですごいさすが M&A オファイナリストやこれね、マジの奥深いの、ツッコミって。うわちょっと待って、なんだろうな。でもこれは出るよ。橋本さんが、新が見たいからって言った人に対しての一言よ。え、出るん出る。例えじゃないのえ、例えやろ、絶対そこは。なんでなの何その気持ち。なんかすごいってなるのは。いや、その技術、腹立つ。ツッコミがすごいのは例えだけですか

やばいよちょっと,ょっとでもこれはやっぱりこういうツッコミあるっていうのでちょっと答え言いますわ、うん、ちょっとお願い橋本さんが中村に対して「ちょっと新が見えんわ」って言って「うん、いやみんな橋本さんやないですかやっぱりさっきの」っていうツッコミの後に、うん、瞬時に「なんで新たが見たいああ思い出したわ言ってたわこれえぐいやん いや確かにそうやわんであなたが見たいんう、うん、そで今あなたが見たいそ,そ,そ,、ね、その舞台は舞台が見たいでわ分かるけどな、うんであなたが見たいっていうツッコミえぐいやろいやこれはすごい,いや絶対行くもんはあのいや橋本さんじゃないですかって、うん、でみんなが行ったのを多分伊藤さんも絶対にいやあんたやないかいって思ったよ、ねうん、でもみんなが行ったのを別の角度でな、うんであなたが見たい そうね。すげえと思ったな。それは笑ったよね、みんな。笑った。舞台上でね、俺も面白かったの。ん。白か確かに素晴らしい、それは。まあ、そして第5問でございます。これ、ちょっと当ててほしい。これはね、当てる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 。さすがに、やばいやばいやばい。やばい。これ当ててほしい。ツッコミ集合芸人ライブの時に、淳がしびれたツッコミクイズで出した問題です。ああ。はい、第5問。 矢野兵藤さんが5月6日の寄席でたくさんのお客さんが来た時に兵藤さんがバッて何かやったのよその時に普通例えばモノマネとかやったら大きな握手がでも兵藤さんがバッて何かをした時にちょっとした握手がパチ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 ぐらいやったんやそのパチ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 ってなったことに対して突っ込んだ兵藤さんの突っ込み兵藤さんえぐいよこれもうわ楽しい企画 俺だけ、ナニー企画。そうよ、本当に。俺だけ満足しとる。俺だけ焦るだけ。自己満企画すぎる。あ、パチパチパチやな。パチ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 って。本当に思ったよりも来なかった数名程度のパチパチパチって拍手に対しての、兵藤さんの作。いいぞ。いいっすかはい。油か。うわーあげた。正解マジマジ まあちょっと違うんけどニュアンスはでもほ,ほぼ正解いやガ<チ>天ぷら揚げ始めたかと思ったわああうわそっちの方が面白いな <laughs> <laughs> うわっすねいやそうやわすごいくないでも、うん、いやじゃあこれちょっと俺正解じゃないわあーなるほどやっ,ぱやっぱちょっとか、うん、確かにね天ぷらこれ油かは思んないわ いやでもやっぱもうニュアンス合ってるからね,ねいや天ぷら揚げ始めたかと思ったわしびれるでしょ確かに天ぷら出ないわこれは天ぷらやもんねでしかもあの見てない人も想像つくしそうねパチパチパチっていう音だけでねでしかも僕だったらいや恥ずかしいとか言ってしまうやんあなる、ね、自分の感情で突っ込んでしまったや,うやだからでもやっぱりその情景光景音だけ思い浮かべていや天ぷら揚げ始めたかと思うこれはすごい,いやこれめっちゃウケたやろうねそれウケたと思うよ 僕は見なかいなかったなその時あ<ー>さあそして、えー、第6問、はい、解散されました皇平さんのああお前好きやもんな皇平さん、はい、<laughs> その食べ物みたいに言うな <laughs> お前好きやもんなって <laughs> <laughs> 大好物やもんな <laughs> いやツッコミじゃなくて恥ずかしい。<laughs> そうスタッフさん想定でいいツッコミじゃなくて。痺れたわしい。いや何を痺れた痺れた、痺れた。いや、これ皇帝さん、九条さんのツッコミです。ABC お笑いグランプリを優勝された皇帝さんに聞く二重の質問っていう YouTube 配信で、えー、質問がありました。はい、学生時代のあだ名なんですかって言われた時に、うん、九条,条さんはおがたくですって言って。 までいろんな質問があった後にその振り返るときになんで小がたなんですか本名が小川拓哉でその時キムタクが入ってたから略して小がたです、うん、って言ってスタッフさんが「ありがとうございます」うん、って言った一言に対してのツッコミ、うん、えー、それだけ九条城,城さんが「がうん、小川拓哉略して小がたです、うん、ありがとうございます」に対してのツッコミあ分かったかもはいちょ待てよあなるほどおしゃれ、うん、おしゃれ違います 違ういいツッコミいいツッコミお前はこの企画を通して上手しうまくなりよよっしゃくなよしじゃあ終わっていいもうこれ気持ちいいからもう挽回できた素晴らしいそれが出たらいっちょやなすごいな <laughs> えー、何やろう 皇帝もあのまま九条さんを生かしてるいやいやーとか言うツッコミしてな、ね、いあしてないんやそのまんま九条さんが疑問に思ったことを突っ込んで<ー>隣の下本さんは大爆笑それが後の m 1の結準決勝敗者復活であった結婚式のネタにやられて生かされてんのよの<は>もう一言「小川拓也で小川拓ですありがとうございます」に対して一言もうシンプル ありがとに対して一言。小賀拓は関係ある関係ない。そのありがとうございますだけ。これはもう考えすぎて、例えでもない。ストレートに一言。ありがとうございます。何がとか。もうでも、ほぼそんな感じよ。マジでイメージそんな感じ。だからこれに近い。もうちょっと凝ってやるいや、いや、凝ってるというか、ストレート。もう本当にそんな感じ。答え、ほぼ正解。じゃあ。小川拓也で略して小賀拓ですっていう九条さんが言った後に、スタッフさんがありがとうございますって言った後の九条さんのツッコミ。ありがたいか <laughs> ああ、これね、ちょまて,てよの方がおもろい。ちょまてよの方がおもろい。確かに。これは成長しました。これ勝 <laughs> <laughs> ったよ。勝った。いや、でもね、痺れたやんいや、まあでも、確かになってなった。 あ,あ,そうありがたくはないやん。そうね、ありがたくはない。<laughs> 何がありがたかったんっていうのに、ありがたいかってなった本間に、下さんだいぶ会でしょ。後の敗者復活でやった結婚式の時に、えー、新郎新婦が、あの新郎が、ちょっと待てよっていう別のやつら、あの、ちょっと待って。いや、それはたまたまないけど、たまたまけど <laughs> 俺のも生かされてるんだけど、お前、キムタクより喜ぶなって。<laughs> いいねじゃなくて新郎さんがちょっと待って来たライバルの男の人と喧嘩して新婦さんが「ありがとうございます」ってありがたいか?」っていうのに生かされたんけどまあそこのストイックさもいいしね実際のやつをネタに取り込むっていうのもすごいさあそして第7問お待たせいたしましたお待たせしすぎたのかもしれません あ、あれか、お前。下手。下手。全裸か、全裸か。全裸か、全裸かっていうか、露出狂やんけど。おお、や、やりづらい。おお、じゃ、口を押さえた、思うじゃないわ、みんなで。え、梅沢大志が突っ込んだ、突っ込みです。いや、まあ、これはもう隣で見てますからね、僕も。はい。僕の中で、これは良かったなと思う、二つ突っ込みがあるんで、まあ、第七問、第八問として。出したいんですけど、まあ、一つ目、飲み会の時に、まあ、地元の飲み会です。バイト先の飲み会の時に、女の。 こうアリサちゃんっていう女の子にみんな飲め飲め飲めって言っててでアリサちゃんと付き合ってる原口浩紀略して原こ <laughs> 縮めるの流行ったもんなね <laughs> おがとくみたいながいて、うん、そのアリサちゃんが飲め飲め飲めってみんなから言われた中で、うん、ジヤも飲めないよもうみたいなアリちゃん言って,てうん、うん、で、えー、じゃあどうする原こ飲むってみんな雰囲気になった時にアリサちゃんが行け原こ で、言った後にすぐ突っ込んだ米沢の突っ込み。大爆笑。池原子。これでもね、俺やっぱお前はこう言うだろうなんてのある。はい。いや、ハセコウみたいに言ううわーハラコウを。うん、いい。ハセコウ。あ、違うわ。何がまだ答え言ってないです。いや、これブーかピンポンかも言っな。あの、池が関係ないからさっきのやつは。池も関係ないポケモントレーナーか。うわー、正解 やねやっぱりリサちゃんが「池原子って言ったのに対して「いやポケモンかポケモンかポケモンか」でこれトレーナーかまで言った方がいいです何んのこいつポケモントレあ成長はしてるけど上に立つことはないなんではっきり言うがそれはさあそしてラスト問題ラスト第8問太宰の歩歩がお金を落としたのよ に対して、かっちゃんが、ザ・ローリング・ウンキのかつきが、お金落ちたよ。で、すぐ、あ、もういい俺。あ、はい。きり丸か。お、正解いや、最後盛り上がらん。最後そんな二刀する。いや、でももう、あのね、俺お前の引き出し大体わかるな。もう全部言ってるい。や、きり丸はね、やっぱよく言うな。あ、そうなんいや、でも瞬時で、きり丸かって言った時に、やっぱ一個痺れたなって。自分で。中で思いました。 はい、いやよかった、うん、ああのちなみにトランジット・ハラに「じゃハラ」って言うた時にハラが「はいはい」って言ったのに対して「いや中継先か」って言ったのもいいなと思いましたよあそこクイズにはしたくない、ね、したくない当てられたら恥ずいから,いからキングオブ・レイディオンインクルージョンの「アンラーハンガー」 さあということで以上第8問ありましたけれどもまあ正解はなんと恥ずかしいことに米沢のツッコミコ問中問正解でもまあいろんなまあツッコミの種類もありますしまあもっとさらにすごい人たちもいます思い出しましたシンプルにやっぱすごいなって思う濱田さんのツッコミああ田さんねまあそれはそうだガキつかで携帯ナビなしで出されたお題のところに集まろうっていう企画あるやん そこに対して「大きい靴屋」っていうお題が出た時に遠藤さんが「俺靴屋で靴凍ったことないねんな」って言ったのに対して浜田さんが言ったツッコミは何でしょう <laughs> ええー、もう一瞬かぶってるぐらい靴屋で靴凍ったことないねんなぐらいもうパそんな早いん最高の速度切れ味が抜群これ例えいやもう全然ストレート まあそういうとパンとへえ足痛くないんかああいやもうでもそんなことでもするとどこで買うねああここもやっぱりねまあ今言ったようにそのツッコミの種類というか色本当に色身近なところで言うとカーネギー松尾のツッコミの色インクルージュエヌザワの色ムサシの色アヤムの色っていうのも やっぱそれぞれあるんで、ちょっと今後ね、ボケの人ももちろんそうですし、ツッコミもちょっと興味深くね、皆さんに見ていただきたいなと思いますし、なんならこの、皆さんが痺れたツッコミを、ちょっと気になる、ね。一般の方ってどう思ってるのかなでも米沢のツッコミでももちろんいいですし、売れてる皆さん、芸人さんのツッコミでもいいですし、もしくは自分が言ったツッコミでもいいですしね。 あ,あ、そのじ、じリスナーさん自身か。そう,そうそうそう。はあ、だから、やっぱりそういう皆さんが痺れたツッコミがあったら、ちょっと募集したいなと思います。うん、えー、メッセージで送ってください。メールアドレスは kor.rkbr.jp。小文字で kor.rkbr.jp でございます。<laughs> えー、ちょっとごめんなさい。本当に僕、自己満の企画でしたけれども。うん、いやでもよかった。俺も成長できたで。まあ確かにね。いや、というか、僕は、あのー、痺れたボケをやってほしい。 あ、そう、いや、そうやりたいね。しびれたボケクイズどのタイミングで水飲んどんのお前。<laughs> もう終わるのに、我慢せえや。じゃ、なんで今もう終わるのに。<laughs> <う>なんで、今飲むの。いいや、水分補給よくないよ。う <laughs> うん、うん だから本当にまあ本当に坂下がもしびれたボケクイズまあ6、7問ちょっと持ってきて次のコーナーでやれたらなと思いますねやりましょうこれぜひよろしくお願いいたします、はい、さあということでちょっと告知だけさせてくださいもう来たる来月になりました、はい、7月1日2日14時からチャッカという福岡ネクストイートの全力公演があります、うん、えー2500円米沢坂下手売りやってますのでよろしくお願いいたしますえー、詳しくは吉本福岡劇場のホームページを見てくださいえー、それではいきましょう最後に坂下の星座ブラ 6月3日サソリ座のラッキーアイテムはこの番組はリサーチなし打ち合わせなし台本なしインタビューなしグルメリポートなし編集なし反省会なし予算なし8つのなしでお送りしています。 私と勝木かなディレクターの世間話を聞きながら一緒に散歩している気分になりませんか福岡の地名が出てきますよ